では始めたいと思います。で私の方では最初の予告ではこのクリスパーのターゲット配列設計っていうだけ書いていたんですけれども、クリスパーを計画していない人でもまあジェネラルにご興味を持っていただけそうな内容として塩基配列データベースの検索という話と、それからクリスパーキャスシステムのターゲット配列設計の話を今日はしていきたいと思います。で先ほど小野さんもの案内とご重複してしまうんですけれども、DBCLS のトップページググっていっていただいて、この一番上の AJAXA 三島開催のお知らせというところに今日の資料私もアップいたしました。15時から15時50分クリスパーキャス9ターゲット配列設計内藤勇樹というところですね。でここをクリックしていただくと、使うスライドと、それからスライドの中でいくつか事例を紹介するんですけれども、その事例が一つ一つ出ていますので、まあ、ここを見ていただければ同じことができるようになっています。で、まず簡単にですね自己紹介をさせていただきますけれども、私はライフサイエンス統合データベースセンター DBCLS の内藤勇樹と申します。で去年の4月に三島の方にやってきた5人のメンバーのうちの1人で、TwitterID がメソカカセで、このような、これよく何のアイコンですかって聞かれるんですけれども、まあ顔なんですかね、その私のデスクのところにこうオリジナル のマジックで落書きしたこれが貼ってあります。でこんなアイコンです。で私はもともとウェットなラボで仕事をしていまして、でその頃どういうことをやっていたのかというと RNAi とかマイクロ RNA に関する研究をしていました。で今日のテーマからは少し脱線してしまうんですけれども、ちょっと申し訳ありません。一つ紹介したいのは、哺乳類で RNAi をするときに SIRNA 使うと思うんですが、この SIRNA というのは設計するのにコツが必要なんですね。コツというのは2つあって、1つは適当に選んでもこう効かないものが多いんです。だから活性が高い効く SIRNA を選んでくる必要があるっていうのと、もう1つは SIRNA の長さって21ベースって短いので、自分が潰した遺伝子と全く関係ない遺伝子にクロス逆としてしまうというオフターゲット効果という現象が知られているんですが、これの少ない SIRNA を選択してくる必要があるっていう問題がありました。私の方ではこの2つのセレクションを簡単にできる SIRNA 設計サイト SIDirect というのを作って、公開しておりまして、でもし RNAi の実験を計画されている方とか、もしくは近くで RNAi うまくいってないっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひこれ試してみていただけるといいと思うんですが、 SIDirect というサイトです。これはググっていただければ簡単にたどり着けると思います。サイトはこれ簡単な作りになっていて、ノックダウンしたい遺伝子のアクセッション番号をここに入れるか、もしくは塩基配列を直接ここにコピペしてデザイン SIRNA というボタンを押すと、簡単によく効く SIRNA がこう取れて設計されてくると。でしかも、この潰したい遺伝子と無関係な、他の遺伝子に対するセミラリティが最小な、オフターゲット効果の少ないと予想される SIRNA を設計することができます。で、私これやっていた当時、実際にここで設計した SIRNA をたくさん発注して RNAi の実験やっていたんですけれども、確かにこれよく効く SIRNA が取れてくるっていう実感がありましたので、これはユーザーの一人としてもおすすめできるサイトです。でちょっと戻りまして、で RNAi とか、マイクロ RNA って言いましたけれども、20ベースほどの短い配列塩基配列の認識っていうのがこうポイントになっているようなものですので、この当時から私は遺伝子の情報を検索したりとか、あとは塩基配列をブラストにたくさんかけたりっていう作業を日常的にやってたんですね。でそれで今日の
一つ目のテーマである塩基配列データベースの検索という話につながるんですけれども、まあ、先に言ってしまうとこう、まあ、皆さんよくお使いだと思われるブラストとかブラッドとか、そういうソフトでは決してできないような検索を今日これからお見せします。で、塩基配列のデータベースを探すっていうのはどういうことかというと、これ人によっていろいろな切り口があると思うんですね。で、まあ、RNA とかだけじゃなくてモレキュラーな仕事をされている方にとってはこの検索って日常的なことだと作業だと思うんですけれども、まあ、例えば検索ワードの種類考えてみますと、遺伝子名を普通に入れて検索したりとか、あと ID って言ってもいろいろあるんですが、アクセッション番号とか、ジーン ID とかなんちゃら ID、 いろんな ID があります。それから遺伝子の機能やタンパクのドメインから探したいっていう人もいるし、あと疾患、まあ、やってらっしゃる人はこういった切り口から検索したいっていうこともあると思います。それからもちろん塩基配列、アミノ酸配列、まあ、ブラストとかいろいろなソフトがありますけれども、配列から遺伝子を探すっていうことも大事な切り口です。いろいろな切り口があるんですけれども、キーワードの種類によってどのサイトで検索すると結果が出てくるかっていう入り口が違うんですね。で、どこで検索すると、まあ、良いかっていうことを知らないと効率的に探すことができないっていう問題が今まではあったと思います。あともう一つ、これ塩基配列とかあとアミノ酸配列とかで検索する場合に、まあ、ブラストとかブラッドとかよく使われていると思うんですけれども、これパラメータを設定するのにこう何回もクリックしないといけなかったりとか、あとは、検索に時間がかかると。で、配列によってはブラスト検索すると10秒とか数十秒待たされるっていうことが、あります。で、一つ検索するだけだったらいいんですけれども、これが数十個検索するってなると、まあ、私も昔やっていたんですけれども、精神的なタフさがかなり求められるという問題がありました。で、そこで私が、まあ、考えたのはですね、遺伝子を Google のように探せればいいなということで、DBCLS に私がやってきて一番最初にやったのが、これ統合遺伝子検索 Google、GGRNA というサイトを立ち上げました。で、これは、Google のように遺伝子を、まあ、RNA ですね、トランスクリプトを検索できるサイトというコンセプトで、Google Like Search Engine for RNA Molecules の略で GGRNA にしたんですけれども、いつの間にかこうチームの中でですね、こう Google なって呼ばれて、で、その名前が、定着してしまいました。で、これ決して Google をディスっているわけではなくて、むしろGoogle みたいに検索できるといいなっていう、まあ、リスペクトしてるっていうことは とりあえず今言っておきます。で、なぜこれ RNA なのか、なぜ DNA じゃないのかっていう話なんですけれども、何かを探すとき多くの場合、最終的に探したい情報っていうのはゲノムの座標じゃないと思うんですね。で、そうじゃなくて遺伝子、まあ、トランスクリプトであって、で、みんなが入れるようなキーワードの、大部分が実はトランスクリプトに紐付けやすいような、内容であるっていうことが分かったので、トランスクリプトベースのサーチエンジンを作ったというものです。で、 URL 書きませんでしたけれども、これググってください。ちゃんとトップに出てきます。で、まあ、こちらの画面がトップページになるんですけれども、で、これ簡単ですね。検索窓、 Google みたいにこう検索窓が一つあって、で、生物種を選ぶメニューがあって、これだけです。一応ヘルプページ、マニュアルのようなものがあるんですけれども、はっきり言って見なくても使えるようになっています。で、ここに検索例がこういくつか出ているので、まあ、こういうものを参考にしながらちょっと自分でこういくつか入れてみると感じが分かるんじゃないかなと思います。例えばですね、もしこれ生物種が決まっている場合は、これここのメニューから選んで、デフォルトではズレフセクに登録された全ての生物種が選択されているんですけれども、例えばここでは人を選んで、ナノグとか入れて検索を押すと、こう今即座に
ナノグを含むものがこう出てくるわけです。で、まあ、ここで表示される一つ一つはこれ何かっていうと、これ NCBI レフセックに登録された転写産物です。まあ、遺伝子と読み替えてもいいと思うんですけれども、で具体的にはアクセッション番号が NM とか XM なんとかで始まるメッセンジャー RNA、 それから NRXR で始まるノンコーディング RNA を対象に検索を行っています。でヒットしたものをクリックするとですね、詳しい情報がジェンバンクのフォーマットでこのように表示される。で今入力したナノグっていうキーワードがこのようにハイライトされて、まあ、見やすく表示されると思います。で一番最後にこう塩基配列があるんですが、例えば塩基配列で検索するとここのところどこがヒットしたかって緑に表示される。で他にもアクセッション番号とか、NM の003388と入れて検索を押すと、これですね、 NM003380 でした、人のビメンチン遺伝子がヒットする。まあ、何でもどんなキーワードでも検索することができます。もちろん塩基配列でも検索することができて、ここに今あの適当な配列を打ち込んでるんですが、13ベースの配列を検索すると、これ19件、これヒット件数なんですけれども、こうヒットした、でヒットしているところはこう緑になっています。で試しにですね、これもうちょっと短くしてみます。で3末のところをこう3ベース削って、10ベースにして検索してやると、このヒット件数のところ注目していただきたいんですが、1297件に増えました。で短くすると当然たくさんヒットするっていうのは、まあ、これは当たり前のことなんですけれども、さらに短くしてみると、これ3ベース削って今度7ベースにして、検索、さすがにちょっとだけ時間はかかるんですけれども、約4万2000件というふうにちゃんとこう出てくる。でちなみにまあこの検索っていうのはあのブラストとかブラッドでは決してできない、検索です。短い配列の検索にはすごく強いです。で Google なの活用事例もう少し紹介しますけれども、塩基配列だけじゃなくてアミノ酸配列も短い配列の検索が得意なんですね。で例えば論文を読んでいたらフィギュアの中にこんなのが出てきて、でこれなんだろうって、まあ、あの論文読めばわかるんですけれども、これ手っ取り早くこのレコードを取ってきたいっていう時に、ここにちょっとアミノ酸配列が出てますよね。でこれを入れて検索をするというようなことも簡単にできます。で今回は生物種をズーにして、レフセックに入っている全ての生物種を対象に検索してみたいと思います。で先ほどのフィギュアに出てきたアミノ酸配列、断片的に出てきたやつをここに少し入れて、SEHPL、5文字ですね、検索するとこう出てくるわけです。で1908件だとちょっとさすがに多いので、さらにもう一つ配列を入れて絞り込みをします。でこれスペースを空けて2つとか3つ入れてやるとアンド検索ができて、でこの下のところにですねインターセクションって出てきます。両方持っているものが172件、出てきます。で詳しく見てみると、これ全部ですね、あの ATPase の ATP7B というタンパクのいろいろな生物種のホモログがこういうふうにヒットしていると。でこの後さらにですね、あのキーワードを入れて絞り込んだり、例えばヒューマンとか入れたり、あとはまあさらに塩基配列入れて絞り込んだりっていうことがあのできるような仕組みになっています。ちょっとこのここでは割愛しますけれども。であと、まあ、もう一つですね、例えば PCR のプライマーの検索なんですけれども、まあ、人のある遺伝子に対して RT-PCR をかけようとしたら、こうなぜかバンドが2本出たと。でこれ何か知りたいと。でまあ、これちょっとあの言っておきますけれども、これ架空のデータで、まあ、あの最近流行りのあのフォトショップによる捏造バンドです。おそらくあの匿名 A っていう人が見たら一発でこうバレるようなあの捏造画像なんですけれども、まあ、それはともかくですね、この2つのバンドがそれぞれ何なのかと、増幅遺伝子は何か、あと予想される PCR のバンドのサイズはっていう
のを調べたいと思います。その時にこのプライマーの情報を2つ Google 内に入れて、これアンド検索をいたします。検索すると、まあこのようにですね、2つの2件 DGCR8 という遺伝子のこう2つのトランスクリプションのバリアントがヒットすると。で、塩基配列の場合はですね、ここにヒットしたポジションが表示されるので、これ引き算をすれば PCR の産物の長さも分かると。ただ正確にはですね、これリバースプライマーの長さを含んでいない長さになるので、リバースプライマー、まあ、20塩基ぐらいを足してやって、約400、こっちが500っていうのが、まあ、正解の長さになります。でそれを踏まえてもう一度バンドを見てみると、だいたい今言った400と400と500ぐらいにバンドが出ていますので、DGCR8 という遺伝子の2つのバリアントが増幅したんだなということがまあ分かるっていうような、まあこういう実験をやっていて、ちょっと何か思いついた時の確認に、サクッと使える、気軽に使える検索エンジンというようなコンセプトで、作っています。あともう一つ、マイクロアレイのプローブ ID、 マイクロアレイの実験とかよくされる方にとっては便利な機能なんですけれども、プローブ ID から配列の検索ができるという機能です。で例えばアフィメトリクスのアレイのこれジーンチップのマイクロアレイだと、一つの遺伝子につき25塩基のプローブが11箇所設計されているんですね。でこれそのセットをプローブセットと呼んでいるんですけれども、このプローブセット ID を Google 内に入れると、例えば1552311の A の AT、 アフェメトリクスの ID ですが、検索するとこの ID が11本の塩基配列に自動的に変換されて、で塩基配列のアンド検索をしてくれます。でその結果、まあ、ここにヒットしてますね。LUX2 という遺伝子の、これ見てみますと、この3末のところにプローブが当たっている。さっき小野さんが、RefX の講習の時に、紹介してくださっていましたけれども、プローブがこの遺伝子のどこに当たっているかっていうことを可視化することができます。で私これ作るまではなんとなくこの11個のプローブが等間隔にこう並んで設計されているのかなと思っていたんですけれども、実際にはそうじゃなくてこう重なっていたり、こういうふうに設計されているんですね。おそらく TM とかを合わせたりっていうセレクションがなされているんだと思います。で、まあ、Google 内についてまとめておきますけれども、Google のは遺伝子を Google のように検索できるサイト で検索対象はこれ RefSeq のメッセンジャー RNA、 それからノンコーディング RNA、まあ、要するに転写産物 RNA になっているものを検索するので GGRNA というふうになっています。で、あらゆるキーワードに対応していて、で特にこう強みは塩基配列とかアミノ酸配列、短い配列の検索が得意です。でこのサイトを作るのにあたって一番、まあ、工夫したのがですね、とにかく速さを重視したんですね。で検索が、まあ、早いとですね、仮に一発目検索して自分の思ったような、結果が出てこなくても、キーワードを追加したりとか、あと入れたキーワードを修正したりして、こう何度も再検索して、最終的に欲しい、結果に近づいていけるっていう、そういう使い方を、目指しています。でそうですね、途中で実習の時間をこう設けようと思ったんですけれども、まあちょっと時間が押しているかもしれないので、まあ各自やっていただくとして、そうだ、 Google 内について何かご質問とかあればお願いします。どのくらいという自分内藤さんが期待しているぐらいの利用率があるんですか。はい、そうですね、これ実は論文になっ
ってるんですけれども、論文として出たらかなり国外からもアクセスをいただいて、で、ユーザーの人数的にはそこまで多く、例えばディフフの方が多いんですけれども一人の人がこうプログラムでものすごい件数使っ検索してきたりっていうヘビーユーザーが多いような印象があります。結構使われています。で、今やった検索というのは先ほどの講習会の資料のページのここですね、統合遺伝子検索グルナの検索例というところに出ていますので、気になったら見てみてください。あとですね、ググルナを使った検索例として、ちょっと面白い例を紹介しますが、少し前の、雑誌の、細胞工学に、アミノ酸配列クイズっていうのが出てたんですね。でこれ別にバイオロジカルに意味のある話解析では全くないんですけれども、問題、次のアミノ酸配列のうち、自然界に存在するタンパク質中にあるのはどれでしょうかとか言って、で AAAAA とかなんかすごい同じアミノ酸が連続しているようなこういう例があって、でこれがこれ20種類ですね、第1回セルテクイズ細胞工学書いてありますけれども、でこういうのも実はググルナで簡単にできるんです。でこれ全部のこれ配列を検索窓に入れて、アンド検索すると、アンド検索の結果は、0件になるんですけれども、これ一つ一つのキーワードについて何件ヒットしたかっていうのが横に出てくれるんですね。でこれ今人の遺伝子を検索した場合に、この EEEE っていう連続がこれ1件ヒットしていて、で99999っていうのは10件、あと SSSS っていうのも9件、であとは全部0件ですね。でこれ人じゃなくって、これ登録されている全生物種に拡張して計算検索してみると、でこれぐらいの速度でできちゃうんですよね。20件、0件、191件、こんな感じで、結構同じアミノ酸が連続して、出てくるような配列ってあるんだなっていうのが分かります。でどういう遺伝子なのかなっていうのを見るときには、例えばこの HHHH って書いてあるやつ、これ3件ありますけれども、クリックしてみると、ここに3つ出てきますね。で確かにアミノ酸配列、HHH って連続しています。これ生物種なんでしょうね、ちょっと知らない生物種ですけれども、このトランスレーションのところアミノ酸配列が書いてありますが、ここに H、 すごい長い連続が存在するっていうのが分かります。こういう遊びみたいな話でもちょっと入力して簡単に検証できるのが Google なです。で続きをやります。で次にですね、もう一つ塩基配列検索のサービスの紹介をしたいと思います。でこれはググルナから派生したプロジェクトで、高速配塩基配列検索ゲゲゲノムと言います。で名前の由来はググルナの RNA のところをゲノムに置き換え、ゲノムもやっぱり検索したいなという人が多かったので、塩基配列に特化した検索のページというのを立ち上げました。で、これもですね、ググっていただければすぐにたどり着けると思いますのでやってみてください。で、配列を入れてですね、検索をすると、こう人のゲノ、人ゲノムの中に、例えばこの TTCA なんとかっていうこの20ベースぐらいの配列がこう1件ヒットして、ここだよと。でこのサイトは、ミスマッチとかギャップを含むような塩基配列も検索できて、ここに2って入れると2塩基までミスマッチとか、あとインサーションデリションが入ったものを許容してこう出してくれます。でこれゲノムのプラス方向のストランドが36件でマイナス方向は33件、これだけヒットするという、こういうサイトです。で表示される結果っていうのはこれゲノムの座標で、クリックするとですね UCSC のゲノムブラウザーにこのようにリンクしています。
で、後でですね、この UCSC のゲノムブラウザーの上で検索結果を可視化するっていうことをやっていくんですけれども、まあこういう、塩基配列の検索に特化したサイトというです。で、これは実は Google のあと GGNOM も共通の機能なんですけれども、REST API というのに対応していて、これ何のこっちゃって、まあ簡単に言いますと、検索結果とこの URL が1対1対応してるんですね。で、アドレスの中にこれ検索対象のデータベースとか、あと検索キーワードをこう含めて、まあ、検索することができるし、あと結果をこのアドレスでこう控えておくことができます。例えばゲゲゲノムの場合だと、ゲゲゲノムで、DB って書いてあるのは、例えばヒトゲノムのバージョン HG19 だったらここに HG19 と書いて、で K は許容するミスマッチの数ですね、省略すれば、完全一致の配列だけを検索する。でここにシーケンスって書いてありますが TTACG とかってこう配列を入れて、で最後ここは省略できるんですけれども、これ出力のフォーマットを入れることができます。例えばテキストって入れるとテキストファイルがゲットできると。でこれちょっとお見せしますが、これまず HTML って書くと、先ほどお見せしたようなこのウェブブラウザーで表示できるような HTML の結果が得られて、でこの HTML のところを今こう TXT テキストに置き換えてみます。でそうすると、まあ、こういうタブクギーテキストになっていて、これこのままビーッとこうコピーして Excel にペーストするとそのままコピペできる。で今度はこれテキストのところ JSON っていうのに変えましたが、JSON っていう形式はまああまり馴染みないかもしれないんですけれども、まあ、ご自分でプログラムとか簡単なものを書かれる方は、自動的にですねこのゲゲゲノムの結果を取ってきて、処理することができるようなこういう構造化されたフォーマットになっています。でこれによってゲゲゲノムを他のツールと連携させることができるようになっています。 Google なんでも同じようなことができます。で、ですね、まあ、いくつかこう、まあ、実際にこの REST API っていう機能が力を発揮するような事例を紹介しようと思うんですけれども、まずはこう表計算ソフトでゲゲゲノム検索をする。Excel で配列検索できるのってちょっとびっくりされるかもしれないんですけれども、ここ肝はですね、Excel じゃなくて、オンライン Google ドライブの、Google スプレッドシートというのがあって、これウェブブラウザー上で Excel と同じような、まあ、機能が使えるようなツールなんですけれども、ここにですね塩基配列がこう入っています。これ PCR のプライマーのリストのつもりなんですが、で、ここから先はですね全部数式が入っていて、まあ、Excel でいうところの数式ですけれども、この塩基配列からゲゲゲノムの検索する時のこう URL を作ってやって、でそれを検索することができるんですね。でですね、ここでインポートデータ関数というのを使うと、ここにある URL を取りに行って、結果がこの中に自動的に入るようになっています。であとは数式をうまく押さえてやって、この文字列を処理して、染色体の番号とかストランドの方向とか、あと、まあ、ちょっとですね行き過ぎましたが、まあ、PCR のサイズなどを検算することができます。でここに書いている内容を下の方にコピペしてやると、今ペーストしました。そうすると今この瞬間にゲゲゲノム検索が行われて、結果がビーッと入って、全部自動計算されて、この PCR の産物の長さが勝手に計算されるという、これ手で一つ一つ計算したらもうかなり参ってしまうようなことなんですけれども、まあ、自動化することによってこう何百あっても自動的にこう検索してこういうチームワークをすることができるっていう、まあ、結構こういうテクニックはいっぱいあるので、まあ、夜の飲み会の時にでも聞いていただけるといろいろあると思います。で、でそれが一つと、あともう一つはですね、こうゲゲゲノムとかで塩基配列を検索したヒットをゲノムブラウザー上に表示するという話です。
でゲゲゲノムでは短い配列、例えば7ベースとか10ベースぐらいの配列検索できますので、例えばタンパクのバインディングサイトとかそういうものを検索してやって、それがゲノムのどこに、あるのかっていうのを可視化することができるんですね。ここに今ゲゲゲノムって書いてあるの、ちょっと拡大はできないのか、ご覧いただけると思うんですが、ここにバーコードのようになっているのがヒットした場所です。でこれちょっと手順が複雑なので、実際にブラウザを使ってやってみたいと思います。まずゲゲゲノムにアクセスして、これゲゲゲノムのトップページです。で今適当な、10ベースぐらいの配列を打ってみたいと思います。これで10ベースぐらいかで検索すると、ヒトゲノム上に125件、125件だとですね、ほとんど何もちょっと少なくて面白くないので、もうちょっと件数が多くなるように、曖昧塩基とかを入れてみましょう。R とか S とかで、ゲゲノムはこういう縮小塩基の検索にも対応していて、で R であれば、プリンだから、A と G、 それから S だったら、G または C とこう読み替えて検索してくれます。でこうするとちょっと検索ヒット件数増えるはずですね。もうちょっと増やしましょう。短くしていきましょう。1万件ぐらい、もうちょっと多くてもいいかな。これブラストでやったらもういじめですよね、こんなに3万件ぐらいの。でもこのぐらいの速度で出てきます。今入れたのは ACG、RCCST っていう配列、8塩基で縮小塩基が2箇所入っています。でヒット検査はゲノム中に両方向合わせて約3万件で、これをさっきのブラウザーに表示してみましょう。で表示するときはですね、これテキストとか JSON とかってここを入れましたけど、今度 BED というフォーマットがあるんですね。BED と打って検索すると、こう1行1ヒットのこういう座標のリストになります。でこの形式であれば UCSC のゲノムブラウザーに読み込んで可視化することができます。で UCSC のゲノムブラウザートップページ、ここですね、ゲノムっていうところを進んで、でこれ人ですね。でこの Add Custom Track っていうボタンがあるんですけれども、ここのところから先ほどの BED フォーマットのファイルを読み込むことができるんですね。でこの検索結果は、ファイルではないんですけれども、この URL を入れるとこうファイルのように扱ってくれるというのがあって、でここに今これアドレス入れました。acgrcst.bed を検索した結果でサブミットすると、今ゲゲゲノムにこう読みに行って、でしばらくすると、こういう表が出てくるんですね。カスタムトラックを追加しますよ、名前ゲゲゲノムで、アイテムっていうところに29479件、これヒットの数です。でこれをGo to ゲノムブラウザーというところを押すと、先ほどのゲノムブラウザーにこうヒットしている様子がですね、これちょっと縮尺が良くないので、ここからここまで今10塩基ぐらいになっていますので、ズームアウトしていきます。ちなみに今表示しているのは一番染色体の一番端っこのところですね。でどんどんズームアウトしていきます。もうちょっとズームアウトした方がいいかな。でそうするとですね、この一番上のところ、ここです、ゲゲゲノムって出てますね。でここにヒットがあります。これバーコードみたいな表示っていう具合に、ゲゲゲノムの検索結果を簡単に、これ今、その実質1分もかかってないぐらいだと思うんですけれども、こう可視化することができると、いうのをご紹介しました。で、ゲゲゲノムまとめておきますけれども、これは塩基配列の検索に特化したサイトで、実はこれ1キロ以上の配列は、検索できないようになっています。
短い配列が得意ですので、まあ、あの数十ベースとか、あと、まあ、今10ベース以下のものまでやりましたけれども、まあ、そういう配列を検索することができます。で、主要なモデル生物種のゲノムと、あとあの今回は紹介しませんでしたけれども、一応あのレフセックの転写産物のデータベース、 Google なと同じ配列も入っていて、そちらも検索することができるようになっています。で、じゃあ Google なとゲゲゲノムどう違うのかっていう話なんですけれども、Google なの方はあくまで、パーフェクトマッチ、完全一致する塩基配列を探せるんですけれども、ゲゲゲノムではトランスクリプトの方もミスマッチとかギャップを許して検索することができると。これですね。で、それから、最後にお見せしたようなこの URL と検索結果が1対1対応していることによっていろいろ便利な、まあ、使い方ができるという。例えばですね、検索結果を誰かと共有するときもアドレスをピッと、コピーしてメールとかで送ることができるわけです。で、今日は、まあ、割愛しますけれども、あの例えば R とか Ruby とか、まあ、Galaxy、まあ、こういったあの、開発環境で、ゲゲゲノム検索ができるあのパッケージを書いている人は、私じゃないんですけれども、あのいて、こういう、まあ、プログラミング言語上で検索ができるようになっています。大量にある場合はそういうものを使うということもできます。で、Google などゲゲゲノムはこれ近いうちに拡張しようと企んでおりまして、RefSec だけではなくて、この GenBank Embl DDBJ の国際塩基配列データベース LINSDC で言いますけれども、これ全体を素早く検索したいなと。せっかく私はあの遺伝研三島 DDBJ のところまで来たので、これを検索できるようにぜひしたいなと考えています。で、そうすると何がいいのかっていうと、RefSec ではまだカバーされていないようなあの非モデル生物の配列とか、あとは特許の配列とか、いろいろなあらゆる配列をカバーすることができると。で、ただ問題としてはですね、まあ、データベース その更新についていけるか、そこのところがネックなので、まあ、工夫しないといけないです。で、あとはあのランキングの工夫ってありますけれども、これ何でもこうごちゃっと入っていると全部ヒットしてしまうわけです。で、本当はこう見たいものっていうのが下の方にあのなってしまうかもしれないので、結果的にどんなに検索が早くても自分の探したい情報がなかなか見つからないっていう状況になってしまう可能性があるので、そこはランキングを工夫したりして、なんとかしたいなと考えています。で、まあ、あのご覧のようにですね、今まさにこう開発中のサービスなので、何かこういう使い方したいなっていうリクエストがあったらぜひおっしゃっていただければ、あの、できないこともあのあると思うんですけれども、こうできることであればなるべくあの取り入れていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、ここまでで Google なとゲゲゲノムについて何かご質問ありますでしょうか。じゃあちょっと時間もありますので、まあ、次にですね、まあ、あの本日のテーマ2つ目、クリスパーのターゲット配列設計の話をします。で、クリスパーキャスシステムというのは、まあ、ご承知のようにあのここ2年ほどで急速に広まっているゲノム編集のための画期的な手法です。で、まあ、あの一番最初にRNAi の話をしましたけれども、それとよく似ているところがあって、コツとしてはこう NGG という塩基配列、PAM と呼びますが、それに隣接する20塩基ほどの配列を選んできて、そこをターゲットにするっていうことと、あとこの20塩基というのが微妙に短いので、ゲノム上の他の場所をターゲットにしてしまう危険性があるということで、それを避けるために、まあ、こう検索などを駆使してオフターゲットの少ない配列を選択する必要があるということで、これ実は先ほどのゲゲゲノムの技術が中で使われているんですけれども、この2つを簡単にセレクションできるようなクリスパーダイレクトというウェブサイトを作って先日公開しました。で、これはですね、あの SI ダイレクトとかなり近いんですけれども、自分がですね、こう、まあ、ゲノム編集を行いたい
遺伝子であればアクセッション番号、あとゲノムの座標とかでもいいです。もしくは塩基配列を直接入れて生物種を選んでデザインって押すと結果が出ると。で、対応している生物種は結構、まあ、ここにあるような、モデル生物で、これ現在どんどん増やしています。ゲノムが読まれているものは全部入れてしまおうと考えているところです。で、デザインというところをクリックすると、まあ、このように、まあ、良さげな配列を選んでくれるということで、これも実際にウェブサイトで、お見せしますが、クリスパー、これはクリスパーダイレクトでググっていただければたどり着けますし、名前を忘れてしまっていてもクリスパー DBCLS と入れていただければ出てくると思います。 DBCLS ってちょっと覚えにくいですけれども、今日の講習で一番重要なキーワードなのでぜひ覚えて帰ってくださいで、まあ、このようなサイトです。で、塩基配列、まあ、ここへ入れて、で、本当にこれデザインって押すだけなんですね。で、そうすると、良さげなこう配列が出てきて、拡大しますが、で、これ今いくつかこう出てくるんですけれども、こう重要なのはこの一番最後のところ、ナンバーオブターゲットサイツって、これゲノム上に何箇所あるかっていう数字が出ています。で、これ20万、全長では、これゲノムを検索すると1箇所ある。これは自分がこう狙っている本来の標的です。で、ゼロっていうところは多分スプライシングのこうサイトに重なっていて、ゲノム上ではこう一箇所もないような配列なので、ここは使わない方がいい。で、もちろんここがたくさんこう10とかあるものは避けた方がいいっていうことと、あともう一つ別に、このクリスパーのこれ標的サイトというのは、この NGG のこう PAM の配列に近い部分の特異性が重要だということが分かっていて、で、この12マーとか、もしくはもっと短い8マーの中でどのくらいヒットがあるのかということを表示していて、ここも少ないものを選ぶ必要があります。で、例えばですね、この2つの配列は20マーで検索しても12マーで検索してもゲノム上に1件しかないので、スペシフィシティの高い配列であるということができると思います。こういう配列を選べば、良いと。で、ちなみにこのディテールっていうところを押すと、これゲゲゲノムの検索が使われてるんですね。シミラリティのある配列の、リストが出てきますので、これ1ミスマッチとか2ミスマッチを許容して検索することができるので、オフターゲットが疑われる場合はここで候補を絞って確認していただくというような使い方ができると思います。戻ります。で、まあ、クリスパーダイレクトはNGG PAM 配列に隣接する二重塩基を選択して、で、かつゲノムの他の領域とは塩基配列が一致せず、標的とだけ完全一致するような配列を選んでくる、この2つのことをやっているサイトです。で、スペシフィシティのチェックにあたっては特に PAM 近傍の12マーまたは8マーの特異性を重視していると、まあ、詳しくはこう論文とか出ていますので、参照していただければと思います。で、あとですね、これはちょっと時間がないので、まあ、今日は割愛したいと思います。何を紹介したかったかというとですね、この DIFF というサイトがあってですね、これが研究生活で、まあ、便利に使っていただけるようなサイトなんですけれども、これ、要はですね、こう2つの文章の差分を可視化するツールなんですね。で、です。で、時間がないのでちょっと割愛しますけれども、まあ、詳しくは、先ほどの、こちらの講習の資料の方を、見ていただければと思います。じゃあ全体を通して何か質問とかあればよろしくお願いします。